と思いました。さあ早く逃げよう。どうぞ何かのお役に立ててください。撃ってこい。やがて撃ちるこは手にを見ていると母上の曲を思い出す。今でも吹けるだろうか。
初めて仕込まれた曲だったな。上達せず拗ねたものだ。それから母上は俺の機嫌を直そうと下手に吹いてくれた。弟は村で一番里い子だったんだ。それなのにもうこのせいで変わっちまった。
もう安全だ。どこかへ逃げろ。ここは安全。悪い人はいないよ。走れ、かけ。ここは戦場だった。思い出したくもないな。ジン、怪我はないか？これで勝ったと言えるのか？さあ、父君のところへ。足立殿、私は喜び勇むべきでしょうか。勝ったとて勇む道理はないぞ。酒井殿は幾人もお切りなされた。覚えておらん。敵ではなかった。党は超えておりました。いや、私らも功を残したいものですな。こたびの戦は海賊をかくまった者どもへの戒めに過ぎん。あの者どもは戦の作法すら知らぬ百姓。黙れ。わしはこやつと話してまいる。足立殿、皆に飯を、酒も振る舞え。こっちだ。父上、この戦は、あやつらは海賊をかくまった。だから村の者を全て殺したのですか？いささか分別がなかったが、始めたのは向こうだ。私が切ったのは、お前が切ったのは罪人だ。見事であった。思いがけもないほどに父上、地頭殿のご下旨に従ったまでだ。顔を上げろ。お前は戦士だろ。父上が生きていればクロードを認めただろうか。Yagyum Harsinta! I'm here! Beat the hit back! Eisle Tetuma! Not a Shutsutsa! ハウエは
今日の館を渡り歩くという猫の話を愉快そうにしておった。いろんなことを教わったが、じきに剣の稽古が始まった。母上は俺の手を引いて剣士の道場へ通ったが、稽古をさせたくなかったと思う。クロードの野営だな。飲み干しておる。まだぬくい。奴はここで何かを見ておった。待つとするか、戻ってくるはずだ。村の後に誰かおる。賊だ。あれが息のクロード。酒を盗むつもりか。ただの盗人ではないか。敵はが、なんと。さあ、どこへ逃げる？追いかけるか。正体を。木のクロードよ、後を残したかな。あった。愚かな。王様に懲らしめてもらうぞ。やめよ。クロードに用がある。
島の半分が探してる。だがこいつは渡さんぜ。こいつには大きな借りがあるんだ。こちらにもな。一日だけだぞ。それ以上待つつもりはないからな。してお前が噂のクロードなのだな。あ、いえいえ、俺はただクロード様に仕えてるものです。息を守るため日夜励んでたんですが、ある日キツネビトに襲われ、クロード様が捕虜に。どこに運ばれた？野営です。ここから西の一日でお助けしないと。いや、お前は残れ。俺が代わりに行く。クロードに聞きたいこともあるからな。待たせたな。お前。あっ、酒井様。ここから出して。クロードだと偽っておったのか。敬意の証です。何を。なぜお前だと気づけなかった。ごめんなさい酒井様。猛虎だらけで対馬は怖かったんです。そしたら壱岐の船乗りが本土に渡るって聞きましてね、つい来ちゃいました。別れも告げずにか。忙しそうでしたから。ではなぜ本土に行かず壱岐に留まっておる。船に忍び込んだことが暴かれまして、壱岐で行き詰まってたら島の悪い連中に襲われたんですよ。あいつら強盗だ。何かしでかしたな。金を少し借りて古い酒を売ってみただけ。今や島の半分から憎まれ、もう半分から金を借りておるということだな。違うか。お見事。クロードだと偽ったわけは。憎まれてるからです。でも偽れば皆の励みになりますし、ならず者を騙せばついでに。悠々と本土へ渡れるな。ほら、損がない。好きにしろ。自ら撒いた種だ。クロード様なら助けるところでしょ。動くでない。腕が動きません。動かせ。野営まで送ってやるが、あとは知らん。では息のクロード、力を尽くせ。待って待って、置き去りなんてひどい。島中から狙われてるんですよ。手下を頼ればよい。フグのこと、生きてます？
お前のせいで殺されかけておったがな。ただの漁師なんです。どうにかしなくちゃ。フグを見つけてくれたら一生酒井様に頼りません。近くにおるはずだ。実は落ち合う場所を決めてあるんです。万一のために。案内しろ。対馬にいらっしゃると思ってたのに、どうして息なんかに。幾とせも前に父上と来たことがある。それきりであったが、息についての噂を聞き捨てることはできなかった。その噂知りたかった。息に猛虎はいないって聞いてたばっかりに。フグのことだが、いかにそそのかしてあやつを引き込んだのだ。息に渡る船が猛虎に沈められて溺れ死になったところを助けられたんです。それ以来懐かれちまいまして。誰からも好かれるのだな。天性ってやつです。フグ、足だ。ご無事だったんですね。クロード様の改姓だ。クロード様と呼ぶのはよしなさい。これからはケンジ。クロード様はこちら。ああ、ガッテンです。あ、ドクジャって男からことづてが。今言うな。博多の角ドクジャと悶着が。ドクジャが例の船乗り、本土へ船を出すっていうから、こっそり乗り込んだら気づかれちゃいました。生きたまま島を出るには金を払わなくちゃならないんですよ。ドクジャに話をつけねばな。助けてくれます？尻拭いをするつもりはない。だが侍から逃げ回っているというドクジャには会っておきたい。あの馬はどうした？ミオは釈戦の方として預けてあります。無事だといいけど。ドクジャは叔父上から追われておる身。船で腕を切られなかっただけありがたく思え。切られかけましたよ、別のところ。でも本土への船に乗せてもらえるんです。ミオを釈戦の方にして、あとは船代を払うだけ。いいねの10倍をね。言っときますが、ドクジャはアシラのような男を嫌うんです。というと？だから、業の者。おかしいです。いや。とにかく、ドクジャを怒らせるのは禁物。面倒はたくさんなので。フグは待ってろ。はい。ケンジ様。足だ。息のクロードだ。ドクジャに会いに来たぞ。ケンジ、勇むな。食べんも控えろ。足が食べん。金はどうした？お主が博多の角ドクジャか。ケンジ、こいつは誰だ？友です。酒井仁様。酒井、父子と手合わせしたことがあったな。あれ以来小指が動かなくなっちまってる。ふん、死んで当然の男だった。父上の敵が俺の敵とは限らぬ。そうだな。恨みつらみは商いの邪魔でしかない。それで侍が俺に何の用だ？ケンジから事の次第を聞いた。こやつは悔いておる。そうです。足は底抜けにアホなんです。お主に金を借りたそうだな。千金をな。駆け引きは無駄だ。
聞く耳は持たんぞ。そうか、害を通すならばその首鎌倉に送ろうか。父子のような話しぶりではないか。ちょっとちょっと、お二方、足の釈迦ですが。譲り合わぬか。悪いようにはせんぞ。今払ってもよい。欲しくないか。蒙古から逃げるために、ただし額を減らせ。これで手を打て。お主とて賢治が死なずに全て払えるとは思うまい。ひどい。小賢しいとも思ったな、賢治。ここは一つ手を取り合おうじゃないか、酒井様。実は太田家族に海図を盗まれちまってな。唐国との抜け荷の海路が記されてるもんだ。それに本土への道もだろう。ああそうだ、蒙古に読み解かれでもしたら鎌倉の水軍の弱みを握られることになる。それは不安がいっぱい。では我らで取り戻す。だが本土へは賢治も乗せて行け。ああお安い御用だ。賢治に気をつけな。油断すると厄介事を運んでくるぞ。やろうめ。ネギオン発進だ。やましちょっと待った。
毒蛇の信用は得た。荷を取り返すぞ。俗に縛られた時どこか痛めたみたい。次はフグに任せて足は休んだ方がいいかも。ただの漁師なのだろう。恩人のな。ええ、まあクロードとして働くならば人を頼るでない。人を助けようと思え。己はこの地で死ぬ。物が父のよう。神の名はこの肝を冷やしましたよ。毒蛇の信用は得た。荷を取り返すぞ。俗に縛られた時どっか痛めたみたい。盗みはフグに任せて足は休んだ方がいいかも。ただの漁師なのだろう。恩人のな。ええ、まあクロードとして働くならば人を頼るでない。人を助けようと思え。己はこの地で死ぬ。己が父のようにさ。貝の名はこの世から消え失せる。無益な一生であったの。黙れ。毒蛇とのことですが胸に悪かったですよ。怒らせるなって言ったでしょ。情と力どちらを示すかは相手によって変わるものだ。毒蛇には武士の力を示さねばならなかった。でも暴れないでくれてよかった。毒蛇は怒るとおっかないんで。番兵の数が多いな。足がここに残ります。何かあれば合図を出します。鳥か。そうだ、猿の真似。しっ、答えよ。武士が進むべき道とは何だ。一人前の男として酒井家を守り。それは父の言葉であろう。己の答えを申せ。情け。弱き者のため力を振るうことです。それが誇りというもの。おじゅう。違う風が吹く。なんだよ。少しでいいから眠りたい。
だな。Huge wish wedge. Some more tank to it. Hanoi. We did a mistake, though. Yum, he gets samurai. For Lani!
ゃ。独者の改造を見つけた。これでよし。ありました。ああ、行くぞ。間に合ったか。よくやった。全てあるな。しばらく海路を調べさせてくれ。それから出立だ。あしらの前に着いた人は乗せてやったが、船はもういっぱいだ。余計な荷を捨てたとしてもせいぜいあと一人分ってとこだな。ケンジ、備えは？もう立ちます。時期だ。あとはお前だけ。仕事ができて楽しかったぜ。あんたとな。俺もだ。本当に乗らない？酒樽に隠れちゃえばいいんですよ。酒井様はお尻が小さいですし、油でも塗れば。遠慮する。まだやることがあるのだ。ではこれでお別れですね。うまい酒を取っておいてくれ。またいつか共に飲もう。喜んで。何か忘れ物ですか？あっしの両親をね。恩返しがまだだった。船に乗れ。でもケンジ様。早く行け。代わりにあっしが乗るぞ。よく心を決めたな。あっしは何とでもなりますから。でもフグはそうじゃない。これでいいんです。もしや、あっしとお別れできると思っちまいました？逃げられなかったな。一杯飲みますか。息のクロードに。その名は忘れちゃいましょう。あいつ猛虎に下るって言って探しに出ちまった。裏切ったのか？いや、大鷹の毒があるだろ。幻が見えるっていう、うん、俺たちだけで戦わなきゃならんのか。
船座の津の近くには船の残片で作られた集落があるそうだ。覚えておこう。人が住んでおるのか。ああ、堺の襲来について語る奴もいるらしい。堺の襲来だと。ぜひ聞いてみたいものだな。小便をかけた男を殺したらしい。愛らしいな。気立てだ。毒を飲まされた時、あやつもすすっておった。この苦しみを自らも感じているのか。死なずに済んでおるということは、きっと